こんばんは、菅田将暉です。2021年2月8日月曜日、この時間は僕、菅田将暉がお送りしてまいります。はい、スーパーボール!スーパーボールです。最強アメフトチーム最決定戦の決勝ですね。最強アメフトチーム。あ、やばい、今日の調子がバレた。ちょ、全然言えてなかったですね。最強アメフトチーム決定戦の決勝、スーパーボールです。ご存知ですか皆さん、スーパーボール。今年は、カンザスシティチーフス対、タンパベイバッカニアーズっていう。ちょっとあんまり聞いたことなかったんですけど、このチーム名は。カンザスシティチーフス VS タンパベイバッカニアーズ。やっぱペイトリオツかと思うから。ペイトリオツしか知らんから。なんなら。で結果、このバッカニアーズが優勝ということで。まあ、菅田将暉アメフトをやっていたのでね。この時期このスーパーボールがまあ、あるんで、いつもね、そんな話に、アメフトについて話すんですけれども、まあ、今のこの数分間で初めて聞いた人もわかると思うんですけど、本当にやってたのかなって疑わしいほど薄い話しかできない。須田さんどうして？いい加減にしてくださいよって台本に書いてあるんですけど須田さんどうして？やってたんじゃないんですか？台本に詰められる始末ということでいやこれは本当に何だろう、事実だからな、やってたっていう事実が煩わしくなってんだなごめんよ、それは。うん。本当に申し訳ない。いや、それは、オードリーさんとかさ、やってて、その時喋って番組やってっていうことでは、正直できないよ、俺は。その、なんやろ、その、いや、やってたけど、もうあれか、やってたって言わん方がええんかな？いろいろそうね。いや、だから、いや、これちょ、しゃあない、その、プロフィールに、書くことがなかったから。高一の時、アイシード21読んでアメフトにのめり込みましたって、うん、書くしかなかったんよ、プロフィールに。何にもなかったから。それだな、そうな、そう、もう、消すか、あれは。その方がいいのかな、喋れないんだったら。そうだよ。だって見たらわかるでしょ、この華奢な体型で。やってたわけないんだから。やってたわけないんだから。やってなかった俺やってなかったよ。だって俺の写真、過去の写真とかでめっちゃバキバキのごついやつ見たことある？ないっしょ？こう、細くて、マッチョとかじゃなく、もう、でっかいの見たことないっしょ？首が埋まってるような俺の。やってたんよ。やってたんやけどな。うん、まあでも確かに、その上京する前までやから、1年と、2、3ヶ月ぐらいしかやってないから。それ、ごめん、薄いよ。知識もなければ。やりきれてもないから、それ、ごめん、薄い。うん、だから、アメフト、須田はやってません。そう、うん、やってません。見てません。まあ、たまにね、なんかイメージがあるんでね。まあでもとにかくスーパーボールがすごいってのは何とか知ってます。スーパーボールはすごいんですよ。中継では約120台のカメラを投入。120台ですって。で、そのうち31台がスローモーションカメラ。18台がロボットカメラ。32台がフィールド上のパイロンに仕込まれたパイロンカメラ。で、さらに 4K や 8K 対応カメラなどなど最新技術を駆使してっていうね。こいつね、120台ですって。改めてこうやって数で見ると、あ、そんだけ大掛かりなんやな、すごいなって感じしますよね。スーパーボールは120台。それに対してうちのラジオは、一本のマイクを投入して、お送りしています。一本のマイク。スーパーボールはもう120台。31台がスローモーション、18台ロボットカメラ、32台フィールド上のパイロン。うちのラジオは一本のマイクで。勝負しております一本の通常マイクです。これは
これ何 K ですか僕の目の前にいる。この子は、これ何 K ですか。いや、だから、すごいと思うよ。一本やからね。すごい K やと思うで。な、12? 最低 12? どう、それぐらいはあるんちゃう、あるでしょう、きっと。12K?K?K って何、いけるでしょ、12K ぐらいは、これは。ナイトだって成立してないもん。そう、成立してるとそれぐらいいくでしょ。これ、リアル何 K?ゼロ K。K の土俵に立ってない。K の土俵に立ってないって何？ K、K の土俵に、え？どういうこと？ゼロ K？ ゼロ K？ いや、それは嘘つきすぎやわ。それはちょっと振りすぎ。それはもうちょっと振りすぎよ。受けを狙おうとしすぎ。うちはやっぱ一本のマイクでやってますから。ねえ、もう。1もない？本当に。1K もないん？ 1K はあるでしょ？だって。120台のカメラですよ、片や。え？ 1 あるかどうか。1あるかどうか K。1あるかどうかでやってんの？マジか。ちょっとだから、どっちにしろちょっと日本放送情けないね。これは。やっぱり、ちょっと。1あるかないか K なんだとしたら、やっぱなおさら、もうちょっと数をね、増やしてほしいですよ。うん。もっと、いろんな角度から、音拾ってほしいし。上とか下とか右とか左とか、今ね、イヤホンでも右左からこう聞こえたりとかね、できるじゃないですか。やっぱこの須田の繊細に演じ分けられた声色を、もうちょっとやっぱ立体的にちょっと撮ってくれへんと、やっぱりこっちもいろいろ細かいことやってますからね。オールナイトニッポンはだってラジオの最高峰を聞いてます。うん、やっぱスローモーションマイク、ロボットマイク、使ってもいいんじゃないでしょうか。最高峰。かたやら、ね、スーパーボール、アメフトの最高峰、120台、31のスローモーションカメラ、ロボットカメラって言ってるわけですからね。スローモーションマイクって何？声がスロー、ゆっくり聞こえんのかな？え、須田、まさ、きの、おーって聞こえるってことかな。ボイスチェンジャーやん、ただの。スローモーションマイク、ロボットマイク。ロボットマイクって何やろうな。てか、ロボットカメラって何？そもそも。は？ロボットカメラって何？え？スローモーションカメラはわかるけど、え？怖っ？え？動い、勝手に、ブワーって動いてくるってこと？試合中に？乱入してきて？え、どういうことなんやろ？ロボットカメラって、あれか、前、なんかそんなメールが来たやつか。なんか、ボールだけ、ロックオンして追うみたいなやつか。で、ボールを撮影するように、プログラミングされてて追ってたら、スキンヘッドの選手の方間違えてこう追っちゃったみたいなメール来てたけど、あれみたいなやつがロボットカメラなのかな。ロボットカメラ、ロボットマイク。マイクはロボットやからな。機械やからな。そもそも。まあでも、こっちのその、例えば俺らがこの音量とかをやってるのとか自動でとかやってくれるのかな。え、でも、良くない？俺がさ、トーク、このエピソードの話してる時にさ、いや、この間この、なんか対岸線の方から、おーいって言われて、この、おーいの瞬間に、さーって下がってくれて、
遠くで、こう、その瞬間だけこう、あ、この後多いって言うなって判断して、マイクがバーって下がって、とかができたら、それはもうロボットマイクでしょ。とか、こう急に後ろからわーって言われて、みたいな。急に近くでわーとか、拾ってくれたら、これはもうロボットマイクじゃないの。向こうからバーって車が近づいてきて、とか、ブルルルルルルルみたいな。これは何を言ってんの必死に。そうやね。ブルルルルルルルって。舌を巻いて。ブルル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 って。それはもう口でせえやって話やもんな。まあでもなんかな、もうちょっとあってもいいんちゃうんかなっていうかな。スタジオの天井にさ、ワイヤーをバッて張ってさ、そこをこう、移動するマイクとか使ってほしい。うん。いいんじゃない？そういうの。わーって移動してきて。いろいろできるで。だって、一人二役とか、ショートシャンクで呼んだりするときとかね、右左がいるように。で、それを、俯瞰で見てるっていう絵が入るときに絵が入るから。いや、わかるでしょ？俺が喋ってるときに、あ、ここは二人の、の背中をこう、遠くから見た、こう、街中に溶け込んでる二人にかかるナレーションなんやな、みたいなときとかはさ。やっぱ、これも、音にもカット割りはあるから。これはありますからね。昔、録音部さんに教わりましたよ。その、なんか、都会、こう、バックに都会があって、主人公が、僕がともぐいって映画の時に、カメラにね、その、そばから歩き出して、要は手前は、すごい田舎の街。で、そこを歩いてる俺。近くにのボロボロのアパートとかあって。でも、遠くの方に、電車が通ってたり都会が見えるから、要は虫の音とか風の音とか草のなんか揺れる音とかをちょっと大きめに出して、遠くにちょっとだけ都会の音とかを入れると音の立体感が出るみたいな。ね？あ、そうなんやって、僕19歳の時に思ったわけですよ。あ、録音部さんってそうやってんねんやって。だから、その人とかは、1日前とかに前乗りしてセミの音とか撮ったりしてるわけですよね。まあ、確かにその、ラジオで都会の音って。え、でも、演出としてはどうよ？ BGM、BGM は流すわけでしょ？だって。その、だって、BGM 以外にもいろんな音は鳴ってるわけですからね。もうそうなると、ラジオドラマやもんな。即興でそれは確かに厳しいもんがあるか。まあでもちょっと慢心してるな。うん、ラジオ。やっぱ、慢心してる。ひどいな。まあでもちょっと、うん、やっぱ、現状維持は衰退やぞ。ウォルト・ディズニーも言ってます。現状維持はやっぱりね、衰退です。何の話だったっけ？そう。で、スーパーボール。毎年大注目の中、ハーフタイムショーです。は、ザ・ウィークエンド。で、ウィークエンドがショーを完璧なものにするため、自腹で700万ドルを支払ったって噂です。7億とかよ。自腹で7億、ショーをより完璧なものにするために、7億自腹で払ったと。だ、制作費だけじゃ足らなかったってことなんですかね。もうちょっとこうしたいとかっていうことがいっぱいあったのかな。そもそもの制作費いくらやねんって話やけどね。うん。これどうすか？俺絶対自腹切りたくないですけどね。7億。いや、そのなんか、ちょっと、なんていうの？衣装に缶バッジつけるから買ってきたとか、そんなレベルじゃないから。数百円、数万円の話じゃないから、うん、3万でもギリかな。うん、ちょ、3万でギリかな。いや、これ、ちょっと意味不明よね。働いてんのに赤字とか意味不明やもんね。7億。お金もらうために出てんのに。すごいわな。ちょっと俺はそれ違うと思うわ。
ウィーケンド。俺、それ違うと思うわ。何やろ、自主映画、自主作品みたいなことなのかな、インディーズなんかな、ウィークエンドってインディーズなんかな、インディーズやと思ってんのかな、自分たちのこと。7億自腹で出すのにインディーズの感覚でいるんかな、すごちょっと感覚すご、元々がどんだけにもよるけど、まあ、そっか、親金持ち。すっ、金持ちやなぁ。パパやりたいことあるから7億ちょうだいって。金持ちやなぁ。すごいなぁ。これでも、真面目な話。今まで真面目ちゃうんかってんかって。真面目な話、来年やる人プレッシャーよね。これね。もうどんどん派手に人数増やして、装飾増やして、でっかいもん作ろうってなってくるよね。自腹切り合戦になるよね。すごい、恐ろしい。まあ、それぞれのやりたいことはあるやろうけど、その、お金を使えばいいっていう話でもないんやろうけどさ、でもより派手な方向になってっちゃうよね。あれかな、それでも今年、その、お客さんとかがはどうやったんやろ、が、入れなかった分、なんかしようとかやったんかな、その分空間が埋まらんからとか、やったんかな。どうなんやろな。まあ、でも、音楽だけで多分十分成立するわけじゃないですか、きっと彼らならね。でもそれプラス、いろいろこう、盛り上げるっていうか、でも一回、ちょっと俺なんか言うことじゃないけど、一回ゆずの弾き語り東京ドームとかを見た方がいいんちゃうかな。人間二人にギター二本でやってますから最高ですからね最高ですから、俺そういうのでもいいかなっていうか、できる人たちでしょ、もう余裕で。ねえ。それで十分ですからね。でも、誰かやってくれへんかな。かっこよくない？この、制作費足りんくて自腹で7億払って、ブワーやった翌年に、ギター一本で誰か出てきたら。エド・シーランが。ループステーション使って一人で、やったら、バーンなるよね。やってくれんかな。でもカメラ1個。定点。カメラマンさんもいつも1個だけで。無理かな。いいと思うけどな。まあ来年楽しみですね。それでは今週も始めていきましょう。菅田将暉のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、菅田将暉です。毎週月曜日のこの時間は、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。先週からリスナーと一緒に作った番組オリジナルパーカーが発売されておりますが、今のところ、順調に売れているのかどうなんですかね。まあでも好調ということで、ありがとうございます。本当にね、良かったです。今回はその全世界で購入できるという素晴らしいシステムをね、導入しています。それでまあ先週ボリウッドの金持ちとかが何百着とか買ってくれたりとか、中国の不動産王的な人がねいっぱい買ってくれたりとか、こう年契約とかを結ぼうとしてくれたんですけどね。まあもうあんなんはどうでもよくて、あれ何やったん、ほんと。俺もう、最初はなんかこう、乗って楽しく、うわっしゃーとかってやつだけども、なんか、あ、これ、違うやつやってなってからの、嘘のやつやって。はっとしたもんな、なんか後半腹立ったもんな。何やこれって、俺何にリアクションしてんねやろって。ほんと、まあ、そんなのはどうでもよくて。本当のやつはどうなんですかね。本当のやつはもうちょっと世界中で買えるということなんで、
まあでも言ってもねえ、本当だってなかなか海外はとかって思ってたんですけれども、なんかねちらほら海外勢からも問い合わせが来てるそうで、5カ国来てんすか。すごい。海外1人目はイギリスやからですよ。やべえ、UK に見つかった。 UK にバレた。ちょっと嬉しいな。とか、韓国の方、シンガポールの方とかから購入してくださったみたいですよ。ありがとうございます。すごいですね、海外から本当に買えるんですね。だから5カ国、5ヶ月、あと 5ヶ月って何、5カ国ね、5カ国、 5K ですよ。 5K が言いたかったよ。5カ国ですよ。すごいっすね。ちょっとこれからもまだ、しばらく、2月ぐらいもですか、あと2週間ぐらい、できるのでね、よろしくお願いします。まあ、ちょっと原価率が高いんでね、数をさばいていかんとちょっとキモいことになるんですよ。よろしくお願いします。ちゃんとアメリカでバカ売れしてるとかないかな。ちょっとね、してくれへんかな、アメリカ。やっぱちょっとパイがねでかくなってってほしい。だからスーパーボールの CM でやっぱ流せばよかったな。30秒5億。30秒で5億円やればよかったかな。かか俺がただただパーカーを着てるっていう動画。CM としていろんな、いろんなところで着てたりとか。まあ、Twitter で毎週撮ってる写真のスタイレードショーとかでもいいわ。で、最後に受付中。大好評受付中カモンっていう CM 流せばよかったな。ちょっとな、そうなってくれたらな。名残なんてストーリー作れるでしょ、いくらでも。なんかスーパーボールの選手がさ、試合が終わって帰ってきて着てるパーカーで、その選手が引退した時に息子にそのパーカーをあげて、名残。よくない、そういうのストーリーいくらでも作れたのにな。ほぼナイキみたいなやつ作ればよかったな。まあでも本当、まあまあってか結構買ってくださってるみたいで、本当ありがとうございます。ゲットしてくれたリスナーの皆様、どうもありがとうございます。去年のパジャマの上なんかに来たらもう最高ですよ。まだまだ発売中ですので、番組ツイッターや番組ホームページから、HMV&BOOKS オンラインのホームページを、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ではでは、リスナー、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいなと思います。今日は何でもいいです、フリーで募集します。受付メールアドレスは suda@allnightnippon.com suda@allnightnippon.com。 番組にメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組オリジナルの赤ペンをプレゼントいたします。住所と本名をお忘れなく、同じ内容のメールは1通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグはシャープ須田まさき ANN、 ガシガシつぶやいてください。ということで、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。須田まさきのオールナイトニッポン、この番組は ebook イニシアティブジャパン、日本電気ガラス、ブルボン、下花物流、エイブル、サミー、種の滝、宇部興産、昭和産業、ホロライブアイドルプロジェクト、防衛省、エネオス、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。では本日最初の曲です。ドラマ君と世界が終わる日にの主題歌です。須田まさきで星を仰ぐ。
菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは suda@allnightnippon.com suda@allnightnippon.com です。須田の綴りは SUDA です。お待ちしております。おいおい、解き放ってもいいんだぜ、光のラジオってやつをよ。須田まさきのオールナイトニッポン。この時間は僕須田まさきがお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム逆さまの太陽。須田さん、はい、4K とは、はい、そもそも 4K 解像度というのが名称で、 K の意味は1000を表すキロの意味です。キロね。そして 4K は 4000×2000 前後の画面解像度に対応した映像のことです。ほう、 4000×2000。 ほう、なのでラジオは映像ではないので 0K です。あ、これ、え、じゃ、このマイクは 0K なの？これ 0K、あ、そういうことなの？音声は 0K なの？音声すべて 0K なの？そうか。だからさっき野上さんは 0K って言ってたのか。なるほどな。常識です。いやいやいや、でもさ、そのさっきさ、いや、0K なのは分かったけど、なんか、その、1にも満たない、あの、K です、みたいな。言ってたよね。その、0.3 ぐらいはありそうな言い方してたよね。K です、みたいな。いやいや、そういうニュアンス言ってたよ。だって俺何回も聞いたよ、だって。0K なの？なんで 0K なの？いや、でも、あの、本当は、みたいな。0.K ぐらいあります、みたいな、言い方してたよ。完全なゼロな。いやいや、今言われてもそれはおかしない。さっきはだって、さっきずーっとそれでよかったよ。いや、ゼロです、須田さん。ゼロですって。映像じゃないで、ゼロですって。あ、そっかー、やけど。でもなんか、あの、3回目ぐらい掘った時には 0.3 ぐらい言ってたから、1にも満たない系って言ってたから、なんなん？何にも知らんやん。知らんかったんやろ？いや、常識ですから、ずる。何常識ですからって言葉。そんな言葉。なくなれ。いや、そうする。ね、そう、おかしいよな。だって、さっき、1にも満たないと0は全然違うよ。それは全、0の証明はもうそんなたやすいあるじゃないから。全然違うもんだって。なんだよ。その、何がちょっとあんの、じゃあ。0.何系って何がちょっとあんの？なんかある感じで言ってたからさ。この、うん、だって、でも、言ったよな？言ったのは言ったやん。いや、一言も言ってないですって。言ったよ。言ったよ。1には満たないですけどって、で、どうですか？言いましたよね？だってそれは。次の話行きましょうか。いや、言ってもいいけど、それで、いや、言いましたよ。言ったもん。絶対に言ったよ。それは言ったでええやん。言ったのは言ってんから。言いましたでいいやん。ここでまた罪を増やすなよ。それ言ったでええやん。だって、言ったのは言ってんから。いいやん。いや、言ったやんか。いいやん、こういうの。ここで折れたら負けなんでって言うてもてるやん、じゃあ。それは。ちょっとな、ちょっと事後処理も変な感じになってんな。でもちょっとわかりました。0K なんですね。ラジオネームよもぎもち。僕はアルバイトとして USJ で働いたことがあります。おー、USJ でね。ですが、一回だけしか働いたことがないので、裏側とか正直全く知りません。一回やと、そりゃそうやわな。ですが、周りには、俺 USJ で働いてたんだよね、と言っています。須田さんのアメフトはこういうことですか？いやー、あー、
あ、すっごい分かりやすい例えできたな。いや、違う。俺のは違うよ。俺はやってないから。全然違う。俺はやって、俺は違う。俺ゼロやから。一緒や。違う、俺 0K やから。俺 0K。違う違う、俺やってないから。やってなんて言った俺。やった違う、全然野上さんと違うよ。俺はやったなんて言ってないねんから。違う。いや、俺がもしちょっとでもやったって言ってたら、これはおかしい。じゃあ、まあまあの尺使って言ってましたじゃん。いや、言ってないねんから。ゼロ、ゼロアメフトですよ、だから。ゼロ A、ゼロ A ですよ、俺は。それはもうそうですよ。ラジオネーム、コッパミジンコ。先ほどのオープニングトークで、スーパーボールという単語が出てから、アメフトやってませんと自白するまで約4分だった須田さんに、はかんな、そんなの。質問です。中学時代に水泳とピアノをやってたそうですが、中学時代に水泳とピアノをやっていたそうですが、本当ですか？いや、だからこれやってません。いや、マジでやってないよ、俺だって。書いてた？いや、やってない、やってない。やってないもん、だって。それは違うと思うよ。誰か違う人のプロフィールちゃう？本当に？本当に？俺やってないよ、そん、え、水泳と？ピアノ？そのピアノっていうのを俺はちょっと知らんから。わからへんけど、うん、やってないよ。って見たことある？俺が水泳とピアノやってんの。ないでしょ？水泳とピアノのやつはもっと活かしてるよ、俺。やってない、やってない、やってない。て、定一の国とか言うなよ、お前。今いい。マリオネット最後に弾いてましたよね。いい。今いい。いっぱい練習したね。死ぬほど練習したいん。死ぬほど練習して。ちょっとだけやったけど、それはいいんだよ。それ、じゃあやってない、やってない、習い事としてやってないよ。やってない、やってない。役でね、練習してはそれはあるかもしれんけど、やってないですから。ゼロです。ゼロ A だし、ゼロ S だし、ゼロ P だから。それはもう、やってないっていう、ことです。ああ、しんどい。やっぱ、事実ってしんどいな。やっぱり。これ、しゃあないです。そう、最近、いろんな情報解禁がいっぱい多かったんで、ちらっとだけ触れとこうかなと。まず、映画キューブ。撮影を、経て、情報解禁がされたのかな。うん。まあ、もともとカナダの方かなの、キューブっていう映画があるんですけど、まあ、密室劇で、ちょっとホラーチックなね。それの、まあ、リメイクというか、本家のサーチのもちろん許可も経ての、まあ、リメイクというかね、を日本でやるということになりまして、それが公開します。だから、去年、ハロウィンの時に、須田さん、どんな、仮装しましたか？で、なんかアメリカの囚人みたいな仮装してるよって俺言ったんですけど、それはこれですね。うん、今思うと全然違うんですけどね。もうちょっと言い方あったかなと思ったけど、うん。が、このキューブですね。まあ、まあ、見たことある人はわかるかな？あのキューブね。めちゃくちゃ面白いキューブですよ。説明下手。説明が下手やな。ゼロ C。これ。いや、だからさ、出てるよ。ゼロ C じゃない。ゼロ C じゃないよ。2C ぐらいはあるよ。どういうこと?2 まである。2まである。違う違う。違う違う違う。あ、そういう単位じゃない。1本出てるから1じゃないから。うん。気持ちとして 2C ぐらい。全然俺もよくわからんと喋ってるけど。そうね。いや、だからそうそう。
まあ、まあそっか、でも今まであんま情報解禁してなんで触れてこなかったんやっていうのもあるからね。ちょっとちょこちょこそういうのも言っていこうかなっていう。まあ、日本版キューブというか、もちろんあのキューブのシステムですね。密室劇で、同じ、なんていうかな、全部が正方形でできてる謎の、正六面体っていうのかな、の中にこう閉じ込められた人たちの、まあ、こう、生き様の描いた物語です。まあ、どうなるんですかね、どうなってるんですかね。結構僕らも楽しみな部分がいっぱいあって、まあ、当時は、なんか卒業制作自主映画みたいな感じで作られてた映画らしくて、なんていうのかな。だから、いろいろ話聞いたら、そうなんやと思ったのが、見たことある人はわかると思うんやけども、ずっと同じ背景っていうか場所にいるんですよね。で、そこがこう、その四角い箱から次の箱に行っても同じ箱で、また違うとこ移動しても同じ箱、上に移動しても下に移動しても同じ箱っていう連続で。でも、それがその、当時は、その、お金がなかったから、一つのその場所で、同じ移動しても違うところに行ったっていうような撮影の方法で一つの場所でずっとやってったっていう方法らしくて、でまあそれがすごい斬新やったって。でもまあ現代になると今の技術やとその当時できなかったこともできるから、そういうものも今回いっぱい搭載されているまあ作品でございますね。ぜひちょっとお楽しみにということで、あとなんや、まあ今日ちょっとドラマのことも解禁されてましたけどね。コントが始まるというドラマの情報解禁が今日かな、ちょうどあったところで、まあ、青春群像劇ですね。まあ、僕と、有村架純さん、中野太賀さん、神木隆之介さん、そして、古川琴音さん、この5人でが今のところ発表されてて、まあ青春なんか、あの脚本がそれこそプロポーズ大作戦とかの金子さんなんですよ。なんかずーっとこう学生の時見てた人に書いてもらって今やれるっていうのがすごいワクワクしてて、プロポーズ大作戦なんて中学の時勝手にリメイクしてますから僕。そうそう、文化祭で設定丸パクリしてすごくない？だから、あ、その人に書いてもらえんねやと思ってさ、中学生の時にみんな大ハマりして、プロポーズ大作戦大ハマりして、文化祭で勝手にリメイクして、ちびまる子ちゃんのプロポーズ大作戦を書いたあの時の俺。驚きですね。まあそんな、すごい、ワクワクする座組でお届けするドラマなので、ぜひご覧ください。さ、お知らせです。来週、2月15日の放送にはゲストが来ます。松坂桃李！桃李くん来てくださいます。年一くらいで遊びに来る事務所の先輩です。去年のアカデミーです。その前の前のアカデミーが須田です。去年は電話で出演してくれましたね。まあなんといっても今結構注目度の高い俳優です。今ねすごいまあ、何かとね、何かと注目度の高い俳優ですよ。だからもう今こそ松坂桃李徹底解剖の時期なんじゃないかなと。まあ、今までもたくさん来てくださってますけどね。今回そのショートシャンクの空にの、まあ、特別編としてアカデミー VS アカデミー最強演技力バトルっていうのをやるらしいです。でもバッチバチよ。もうバッチバチ、それはもうバッチバチですよ。VS ついてますし。だってアカデミー賞っていうのはその作った作品での評価ですからね。僕らはいろんな人の力を借りてあの場に立ってるわけですから。衣装、メイク、脚本、演出を経て僕らあそこに立ってますけども、今回はもうその場での対決ですからね。身一つでのマイク一本での勝負なわけですから、まあ二人でショートシャンクのネタを読むだけなんでまあまあちょっとそういうパッケージでやらせてもらえればなとは思ってますけどね。演技力バトルです
演技力ってなんなんやろな。演技力ってなんなんでしょうね。演技力っていう数値化されるわけでも、あの海外やとね、ライセンスがあったり学校出たらっていうのはありますから。そうなんですよ、免許ってのがあるんですよね。そうそう、ライセンスがあるんですよ、向こうあったりするんで、そのちゃんとこの学校を出てこういう過程をあの学んだ人ですっていうライセンスがあったりするから、あの呼ばれてるエキストラさんもそのライセンスを持ってる人たちとかがあるんですけどね。日本はそういうのもないから、あの何ね、もう見た人の感想、作品でのこの感想でしかなかったりする。この演技力で戦う、まあトリ君バトルっていう意味ではねあるところではキングと呼ばれてる人ですからこれはちょっとあのバトル系はちょっと強いでしょうけど、うん、また違うところなんでね。最近何してんやろどう、何してんやろな。うーん、何を喋ろうかな。まあちょっと今話題なのもあるけれども、本当に僕らラジオでしか喋んないんでたまに事務所ですれ違ったりとかするんですよ、とか、あとたま、俺が松坂桃李君を感じる瞬間は、たまに、あの、事務所社の交換ってのがあるの。交換っていうか、あの、交換っていうか、その、あの、例えば、僕が乗ってる車をちょっとこう洗車に出します。時とかに、あの、桃李君がその日使ってなかったら、その車をお借りして俺が移動するみたいな。そういう時とかは、やっぱなんとなく桃李君の匂いっていうのがあるから。車の中に。なんとなくその、なんか、あれなんやろね。やっぱなんかあるんやろな。人が、その、別になんかその香水とか、なんかその、大衆とかそういうことでもないんやけど、なんか車内の中の、まあ、やっぱ普段使ってるものとかが置かれてるからさ、その、なんかそのなんか匂いっていうのをたまに、この間がちょっとそんなんがあって、あ、桃李君のなんか匂いすんなーとか思いながら。ちょっとキモいなーとか思う。あーみたいな。ちょっと、なんか窓開けようかなって。別に臭いとかじゃない。なんかね、やっぱ匂いってあんねんなーって、ちょっとその辺個人的にちょっと桃李君聞きたいんですけどね。俺の事務所車を乗ることもあるやろから、その時に、何思うんかな。全然俺使ってないあのうちわとか置いてんねんけど、そういうの金貸すんのかな。来週もぜひよろしくお願いします。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。ああ優勝しました、ありがとうございます、本当にありがとうございます、全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。菅田将暉です。今日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネームメイキングザ道路、菅田さん、はい、アメリカで人気の掲示板サイト、レディットは、今年のスーパーボールに5秒では読み切れない量のメッセージを載せた CM を放送しました。ほう。これはインターネット配信で観戦してる人に向けての CM で、一時停止をさせてメッセージを確認させるという、お金を節約して伝えたいことを伝えるというものらしいです。賢え、な、今何やったんやろつって、後でこう、ちゃんと、停止してみるっていう。ああ、それ賢いな。もうわざとも読み切れない量のメッセージをブワーって乗っけんねや。気になるもんな。やっぱ画面いっぱいに文字がわーなってるのって気になるもんな。なるほどな。すご。俺が考えたことにしたいな。俺の出した本、もう文字いっぱいバーって書いてあんのよ。何やったっけタイトル。
け。なんか、愛したものを見たものが、みたいな。わーっていうやつ。俺が本出したんよ。その、表紙いっぱいに文字がわーってなってるやつにしたんやけどね。とか、あ、こういうことなんですよ、みたいなんで、先に俺が言ったことにできへんかな。タイトルは？だから、タイトルは、ええやん、別に。あ、これ、何かを作った、誰、ごめん、俺本出してないわ。ちゃう、出してないからや。わからんね。そりゃそうや。ごめん、俺本出してないわ。0H。本出してないわ。ごめん。俺本出したことなかったわ。ちょっと。そうや。ラジオネームノイド。はぁはぁ、これサッカーもやってねえな。そうよ。やってないよ。サッカーも。うん。俺スポーツってやったことないからな。そう、やってないよ。書いてた？そんな。ラジオネーム実家ちゃん。津田さん確認なんですけど、役者はやってないんですよね。あのね、これだけはやってんのよ。マジで。これだけは、役者だけはやってんの。そう、これだけは。そう、役者だけはね、ちょっとやらせてもらってんのよ。そう。これだけはやってる。うん。10年ちょっとぐらいやってる。でも、そう、サッカーも、水泳も、ピアノも、ゼロ、やってないから、そう。これ役者だけはやってんのよ。そうそう、やっぱプロフィールがどんどんなくなっていく。引き続きあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスは、sda@allnightnippon.com、sda@allnightnippon.com です。では、こちらのコーナーに参りましょう。月曜エンタメアカデミー。このコーナーではリスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。ボックス座も先ドラマ映画舞台音楽テレビラジオ雑誌何かいろいろやってます。なのであれえ、違うこれはだってこれ役者業に付随するものやから、これはこの言い換えようよ、言い換えるかちゃんと。明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。ボックス田まさき、役者やってます。なので、ってことよね。なので、エンタメの勉強しなくても。実際皆さんも一緒にエンタメの勉強していきましょう。じゃあ役者の勉強しろやって。じゃあ役者の勉強しろやって。ならへん。演劇アカデミーになってまうやん。まあちょっとね。付随するものっていうことにしましょう。まずはこちらです。ラジオネームゆうなん。山崎賢人、ウェイボー最優秀俳優賞受賞。中国最大の SNS ウェイボーで活躍し、中国で大きな影響力を持つ有名人や日本企業を表彰するウェイボーアカウントフェスティバル in 東京2020が行われ、山崎賢人さんが最優秀俳優賞を受賞しました。山崎さんはネットフリックスドラマ今はの国のアリスや映画キングダムなど様々な作品で主演を務め、日本に止まらず中国そして世界中から注目を集める活躍を見せており、その実力と人気の高さから最優秀俳優賞に選出されました。今後は機会があればアジア系の作品にも挑戦していきたい、そのためには語学も頑張りたいと海外進出に意欲を見せ、約30秒、中国語で見事なスピーチも披露した山崎さんでした。ウェイボーを利用し、中華統一を企てる須田さん。親友の山崎さんに先を越されましたね。残念でした。じゃあ、ちょっとこれやられましたね。これはやられたなぁ。これはマジで。マジキングダム。ちょっとやられたなぁ。まあ、だから、その、これを、残念と取るか。その、やっぱ仲良しなので、山崎賢人は。だからこれ、残念ってことは、要は、
敵とみなすってことでしょ、倒すっていう目線で見てるってことでしょ、じゃなのか僕には多分もう一個道があると思っていて、それは同盟同盟を申し込む。で、あの、統一をした後に、もう、ズバッと裏切る。一度、勢力を拡大して、統一した後に、ズバッと、時が来たら、その時が来たらもうズバッと、名残惜しいかな、つって。ズバッと。っていう。方法かかな、まあ、どっちかかなって、うん、まあでもそうね、こんな近くにいたとは中華統一への道の架け橋がこんな近くにいたとは、いやーマジでちょっとこれやられましたね、やっぱちょっと去年の動きが悪かったからな、うん、今年も危ういな、ちょっと出遅れましたね、ちょっと頑張ってかんと、ウェイボー。え、中華統一が決まるのは、ウェイボーに。そもそも、ウェイボーで頑張ればいいんやな。あ、そうか。ウェイボーで頑張れば中華統一になんね。え、でも、山崎健人はもう、最優秀取ったんよね。ってことで中華統一したってこと？あの、な、一個の州を取ったぐらいってこと、今。ああ、そうか。まだ一つの州にはなってないわけだよね。まだ全土は統一してないってことでね。やっと州が確立したぐらいかな。そっか、じゃあちょっと中華統一。ちょっとまだまだ先。でもちょっと見えてきたかな。去年に比べたら、ちょっとは見えましたかね。あとはだからちょっと、魚をさばかんと、あの、募集したんで、それをね、中国の四大家業の魚をちょっとさばいて、そっからかな、まずは。俺のやるべきことは。で、それを、あの、報告して、っていうのをちょっと俺はやっていこうと今年思ってますね。4? 魚。うん。あ、4匹それぞれ。四大家業ね。え？四大家業何やったかって？なんか、赤いのと白いのと青いのと黒いのがいたんよ。赤魚やってないわ。魚やってないわ。俺、そういえば。ゼロ。魚やってないわ。魚やってないって何や。魚やってないってすごい言葉やな。魚あ、ごめんごめん。俺ちょっとリスナー置いてけぼりやな。魚やってなかった。ちょっと魚やるわ。ちゃんと。まず、魚と会うところから。はじめんと。魚マジで何にも知らんやん、俺。いや、そうよ、俺は何にも知らんよ。魚いや、俺何にも知らんよ。うん。そうよ、俺誰とも何も知らんよ。誰と喋ってんねん。ああ、ちょっとおかしいな、今日。続いてラジオネームうさぎのジョンジョン。空港で男性4人がみかん30キロをわずか30分で完食。10キロ30分で完食。読んでいきましょう。中国南部の空港、出張を終えた男性4人はお土産に買ったみかんを持ち帰ろうとしました。はい。しかしその重さは実に30キロ。重すぎて約5000円の超過料金を請求されたということです。どうしても支払いたくない4人はチェックインカウンターの前でみかんを頬張ります。そういうことか。出発時間が迫る中、男性たちはわずか30分で完食したとのこと。
すごっ。男性の一人は口内炎ができてしまった、みかんはしばらく食べたくないとこぼしています。僕はみかん好きだけどさすがにこんなには食べたくないと思いました。津田さんみかん好きですか。これすごいな。あのあれでしょ、空港とかで荷物の一人で持っていける量が決まってるから、それをオーバーしたらその分超過料金支払わなきゃいけませんよとか、あのとか超過料金で済むやつやったらまだいいけど、持ち運べないのとかもあるやん、そもそも。あのそういうやつよね。ゲートのその中で買う分にはいいけど、外でなんかでっかいフラペチーノ買っちゃった、あやばいこれ前持ち、やばい持ってかれ、今これ飲まなダメみたいなってやらなあかんやつでしょ。この場でその捨てなペットボトルはみたいなやつのヤバい版か。すごいね、30キロですって。30キロのみかんはもうこれお土産なやったんかな。30キロ、もう輸入販売を目的としてってそれは思われてもしゃあないよね。30キロ、すごい。でこの30キロ分で5000円超過料金発生するけど、それ払いたくないからっつって、もったいないから食べようって。いや分かるけど、分かるけどなかなかやな。30キロ食ったんや4人で、1人、7キロちょいぐらいか、 7.5 キロとか。お、みかん7キロいける？30分で、これも30分でとかで時間の問題じゃない、そもそも量キロ数の問題はな。え、7キロやろ、だってすごく、すごい量じゃん。7キロか。俺桃ならいけるわ。桃やったらいける、白桃ならいける応答きついかな、白桃ならいける、みかん、みかんは多分そもそももうあの指が無理やな。7キロ分剥くのがもう耐えれないと思う。指、親指に限界が来そうやな。黄色くなるどころじゃすまんやろ。リンゴとか絶対無理やし、すごっ。みかん30分でこれいけるかな。まあ、桃はいける。桃は苦じゃないもんな、剥くの食べの楽しみやから苦じゃないもんな、美味しいし、もう水やしほぼ、全然いける。牡蠣いっちゃ無理やな。私牡蠣硬いで、あれは硬いで、うまいけどな無理やな。牡蠣2切れぐらいでええもん無理やな。みかんな、相当好きやったんかな。いやだって俺現場でもみかん結構差し入れって多いんよ。もちろん美味しいけど嬉しいけど、でビタミン摂取してくださいとかでさ、この冬の時期とか大量にみんな箱とかで差し入れでもらうし、みんなも美味しくて食べるんやけど、やっぱそんないかれへんもんな。バクバクいちごとかやったらさ、差し入れでもそのまんまで食えるやん。下手だけこう食べるときにピッて食べる、一口でいけるし。でリンゴとかやったらさ、切ってくれてあったりする差し入れで、そのままいけるでしょ。梨とかも、それこそ桃とか。みかんはまんまで置いてあるからさ、このそもそも自分でお手軽で剥けるやん、簡単に食べれるやんが逆に功を奏すとか、あのそれがあだとなるというか、だからまんまで置かれてることによりひと手間かかるから、ちょっとなんかな、なかなか手が出しづらくなるっていうか。バナナはいいね。バナナも同じように簡単に剥けるけど、あれはもう空用でできてる果物だから。あれはみかんはだって空用でできてないよ。いやあれはみかんは空用でできてないよ。バナナは空用でできてるけど、みかんは空用でできてる。だって誰があんな下手の裏に親指を突っ込むと思う。みかんはそんなあれは見るよ
ミカは見るよ。ミカは見るよよ。そう。あれは見るよ。これ空用でできてないから。うん。空用でできてないものを食ってるだけやから。バナナは空用でできてるものを食ってるっていう。これ全然違うよ。そう。口の中。あ、この男性ね、もう食べ過ぎて口内炎ができてしまったって。やっぱ酸が強いんかな。こんだけ食べると酸に負けるってことなのかな。みかんの。すごいね。ピリ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 してみたいな。だパイナップル、いやもう怖い怖い怖い、これパイナップルやったらって考えるともう爆発するよ。口の中。パイナップルを30キロ食べたら口の中爆発するよ。キウイとかも。やっかいよ。もうそれ系はもう大変なことになるよ。爆発爆発。まだみかんやから口内炎で済んだけど、この大変よ。口の中全部持ってかれるよ。うん。だからやっぱ桃やな。俺の桃への信頼感なんなんやろ。やっぱね、桃やわな。一番優しいよな。一番桃が優しくない？だって、うん。外のやつもこう、あの、毛問題はちょっとあるけどね。ちゃんとこう、先頭かぶれたりとか、大変っていうのは正直あるけどさ。うん。それはまあ、でもやっぱり、あの、ふわふわ感は一番優しい。やっぱ桃が。桃が一番優しいし、バナナは空用やし、みかんは空用でできてないし。キウイとかパイナップルはやっぱ爆発するし、これがやっぱ今日のフルーツ総括。さあ続いて、ラジオネーム、綿菓子のベッド。E メールで爆発物を知らせるほうれん草開発。どういうこと？ E メールで爆発物を知らせるほうれん草開発されたそうですよ。読んでいきます。アメリカマサチューセッツ工科大学の科学者は、植物の性質を利用して近くの爆発物を察知すると、なんと E メールで知らせてくれるほうれん草を開発しました。どういうこと？え？その、爆発物とか、ごめんね、俺分からへん。一旦置いとくけど、その、E メールを送れるほうれん草があんの。E メールを送れるほうれん草がまず分からんねんけど、俺。ということ、ほうれん草が、ね、こう、パタ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 つって、メール送れるってこと？どういうこと？全然分からんな。その爆発物探知ほうれん草は、しかも探知できんの？普通のほうれん草と同じように根から土の中の水を吸いますが、まあ、ほうれん草やからな、根から土の中の水を吸う、うん、でその水の中に地雷などの爆発物に含まれる芳香族ニトロ化合物でいいのかなが混ざっていることを察知すると、歯に仕込まれたカーボンナノチューブから信号を発信し、え？カーボンナノチューブが歯に仕込まれてんの？で、それによって信号を発信し、それを赤外線カメラで読み取り、E メールで注意喚起が出されるシステムになっています。あ、え？あ、じゃあ、ほうれん草はタイピングはできないってこと？その、ほうれん草がタイピングするわけじゃないんやな。ほうれん草がメール送るんじゃなくて、ほうれん草が、地中の水の中に含まれる成分、いつもとは違う危ないものを、が含まれてるなって感じたら、それが、なんか、歯か、なんかで、なんか、そういう反応が起こるのかな？違いますよ、いつもと違いますよって反応します。で、それを別の機械で赤外線カメラで読み取って、でその機械がメールを送んねん。あ、でメールを送れるまず機械があんねんな。あ、そういうことか。ね、知能を持ったほうれん草がいるんかと思った。知能ほうれん草が。メールを送ってわけじゃないんや。そういうことか。すご。
この研究の中心人物、マイケル・ストラーノ教授は、植物と人間のコミュニケーションの壁を乗り越える方法を示した斬新なデモです。植物は環境にとてもよく反応します。まあそうか。人間よりもずっと早く干ばつを察知します。土や水のわずかな変化も検出します。つまり、そうした科学的なシグナル経路を利用すれば、豊富な情報を手に入れられるでしょうと語っています。なるほどな。いや、言いたいことはわかるよ、そりゃ。太陽の動きとか、水分のに、やっぱそれは反応するわな。で、それを感知できたらコミュニケーションが取れる。日本でも仕事などで、報告連絡相談のほうれん草はよく言われてますが、そうね。この爆発物探知ほうれん草はまさにリアルほうれん草だと思いました。近々、紛争地域などの爆発物をほうれん草一つで救う未来があるかもしれませんね。いや、まあ、そうね。ほうれん草を人間にはいけないところにね、ほうれん草一つあれば、まあ、探知できて、こう事前に防げるんじゃないかっていう。まあそうね。報告連絡相談。相談？相談はしてなくない？報告連絡はしてるけど、相談はしてなくないかな？どうやろ？こんなんありました！見つけました！っていう、まあ、報告と連絡はしてるわけやけど、これどうしましょうね？どう思います？ストラーノ教授っていうのは言ってないから。僕どうしたらいいですかね？このまま検知し続ければいいんですかね？これぐらいの検知やったらもう言わなくていいですかね？これぐらいの分の時大丈夫ですか？もう、あ、わかりましたって相談はしてないから。ほうれんよ。まだ今のとこ。うん、いや、だから相談できるやったらほんまに知能ほうれん草になるけど。知能ほうれん草。かと思うやん。そんなできんねやっていう。まあ、それも踏まえて、カーボンナノチウムがもう入ってるからもう相談になんのかな？ちょっとすごいな。どうすんねんやろ、これ。でもそもそもその爆発物があるかもしれないっていうところに、ほうれん草をまず植えなあかんってことでしょ？それはできんのかな？その爆発物があるかもしれないところで、ほうれん草がいることによって感知できるのはわかるけど、まずそこに行かなあかんわけやろ。まあでもそっか、なんか空から種まいたり、雨が降ったら自然と育ったりができるのかな。そんな賢い人が考えるか。俺らが考えることじゃないか。もうだって種をまく俺手の仕草でやってたからね今。こうこんなもん、もう俺その場におるから爆発してるもんな。手の届く範囲でしか無理やねんから。まあできるんでしょうね。すごい自立していくんやな、植物も。ということで、引き続き明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報をお待ちしています。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。メールの件名にエンタメと書いて送ってください。お待ちしております。ハンモックってさ、見た目とは裏腹？めちゃくちゃ寝づらいじゃん。そういう気持ち絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。リアクションいただいてます。ラジオネームポリジュース。いや、ゼロなんとかをやりたいのはわかるけどさ、本出してないから 0H ってなんだよ。せめてブックで 0B って言えや。いや、0、そう、本が0で、本 0H。まあそうか、0ブック。まあそうな。確かにな。うん、ブック。うん、英語、そう、俺、そう、英語やってないから。俺、英語やってないんよ。俺、英語やってないから、そう、もう。ゼロ E やから。ゼロ E。うん、そう、オッケー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 。
ゼロ E やから。英語やってないからね。ゼロ E やから。そんなパターンもあんねんな。両方大丈夫っていう。ラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよ。須田さん、確認なんですけど、マグマファックはやったことあるんですよね。いや、これはマジでやったことないよ。これは本当にやってない。マグマファックだけはやってない。なんなんマグマファックって。マグマとセックスするって何？マグマファッカーって。長いな、息。マグマファック、マグマファック、ずーっと言ってるけど。いや、これマジで。もうなんか、何がほんまか。ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。須田さん、はい。俺の出した本、ブワーって文字書いてあんのよって、めちゃめちゃアホすぎません。本って、本って、文字がブワーって書いてあるもんです。いや、じゃあ、そうやけど、それ中の方でしょ？表紙のこと言ってんの、俺は。いや、そうやけど。文字って、そうやな。本って文字がブワーって書いてあることの、やつを本って言うもんな。ブワーって、文字が書いてない本なんてないもんな。そうやけど。ブワーによるやん、それは。お前のブワーと俺のブワーがちゃうかってん。それは。ラジオネーム、汁そば。須田さんの本ですが、誰かと作った何かをきっかけに作ったものを見ていたものが作ろうって何かはいつの日か愛するものが作った何かのようだったというタイトルです。そうそうそう。なんで覚えてねえんだよって強く出れません。我々は身動きが取れません。そうだよな。誰も覚えてねえからな。誰も言えねえからな。君も言えねえからな。ああ、面白。そうか、そういう、そのタイトルよ。ほら、ブワーって書いてあるよ。これよ、これ。このタイトルね。本当に当時、リポーターさんとか、かわいそうやったな。本当。必死に、こう、言ってくださるけど、申し訳なくて、そんな長いタイトルにして、ごめんなさいって。ラジオネーム。そばんごろかんて。須田さん。はい。ライチは、食用ですか？ライチなぁ。そうか、さっきみかんはこう、食用でできてないとか、バナナは食用って言ったけど、ライチはなんサラダバー用です。うん。ライチはサラダバー用でできてる、あれは。うん。あれ、そう。違う。食用ではない。あれ、サラダバー用。うん。あそこにしかないから。逆にある？あそこ以外で見たことある？サラダバー以外で見たこと俺はないんやけど。うん。あれ、サラダバー用の果物です。ええ。そういうのもあるから。サラダ、この世にはそういうのもあるから。君はまだ若いから知らんかもしれんけど、この世にはいろんなものがあって、サラダバー用の、ラジオネーム、ピチルピ、そうか。とうとうラジオ飽きたか。違うよ。ラジオ飽きたわけじゃないよ。飽きたように見えた。やっぱ、いろんな方向に行き過ぎてるだけかな。飽きてるわけじゃないよ。こちらのコーナー参りましょう。ショートシャンクの空に。ひどかったな、ちょっと。読んでいきます。ラジオネーム、天草大王。ワンコインユーモアはいらんかね。安いよ。ワンコインだよ。おいちゃん、ユーモア一つくださいな。お、よく来たね、坊ちゃん。じゃあ君にはこのユーモアをあげよう。写真撮影を頼まれた際に、インカメラで自分の顔を撮る。ユーモアだよ。機会があったら使ってみてね。さあさあ、ユーモア、ワンコインユーモアいらんかね。何が出るかはお楽しみ、ワンコインユーモアだよ。おじちゃん、おじちゃん、私もユーモア欲しい。あら、かわいいお嬢ちゃんいらっしゃい。君にぴったりのユーモアがあるよ。これ、うちの彼氏と言いながら、甥っ子の写真を見せるユーモアだよ。
大人になったらね、ぜひ使ってごらん。さあさあ、ユーモアいらんかね。ユーモア、本日残り1個となってるよ。早い者勝ちだよ。僕欲しい。僕にちょうだい。お、元気な少年じゃないか。じゃあ君に今日最後のユーモアをあげるね。YouTube にアップされた新進気鋭な MV のコメント欄に、これ熱出た時に見る夢じゃんって書き込むユーモアだよ。いっぱいグッドボタンをもらってね。じゃあまたユーモアが溜まった頃に会おう。バイバーイ。続く。意地悪だなぁ。意地悪いなぁ。いいじゃん、別に。いいじゃん。いいよね、別に。いいじゃん。意地悪いなぁ。意地悪やなぁ。YouTube にアップされた新進系の MV のコメント欄に、これ熱出た時に見る夢じゃん。いいじゃん。いいじゃん。だから、いや、とか、その、言いたいことはわかるけど、その、いや、最初に言った人すごい、やんっていうことが言いたいでしょ、君は。それを、その、まあ、真似して言ってる人のことを言いたいんやろうけれども、いいじゃん、別に。それいい、みんな誰だってそうなんだよ。センス見せたいんだよ。オリジナルじゃなくてもやりたいんだよ。見せたい、いいじゃん、それで。やめようよ、そういうの。このお嬢ちゃんにあげたユーモアもね。これうちの彼氏と言いながら甥っ子の写真を見せるユーモア。いいじゃん、別に。続いて。ラジオネーム、よもぎもち。第3クォーター終了。負けている。監督の言う作戦をしっかりと聞かなければ。ん？監督、なんか喋るのがゆっくりだな。あれ？あれ？なんか味方も、うなずくのがやけに遅く見える。え？ゾーン入ってる？え？今？今なん？え、めちゃくちゃ集中できるやん、今。なんで？さっきめちゃくちゃ別のこと考えてたのに。今こいつ蹴ったらどうなるんかなとか考えて笑いそうやったのに、なんで今なん？続く。これもったいないなぁ。もうめっちゃもったいないなぁ。ゾーン入れたんや、すごっ。まあでも自分で入ろうとして入れるもんでもないもんな、ゾーンって。ゾーン、こう、スポーツ選手とか、その瞬間瞬間、こう集中がピークに達した時に、ちょっとゆっくりにスローモーションに見えたり、すごい、いつも以上に周りが見れるあのゾーンね。ジャンプとかでもよく出てくるけど。入れたんすごいけど、タイミングミスたな。クォーター中じゃなく、試合中じゃない時にゾーン入ることなんてあんねんな。これだってもう、その後第4クォーター、最終クォーター始まった瞬間に多分ゾーン切れてまうからな。もったいな。え、今な？え、今？うわ、すっごいゆっくりなってるみんな。うわ、すごい、後ろの方までよく見える。ピー返します。パンって戻んねやろ。かわいそう。俺今めっちゃ集中できて、俺今めっちゃできそうやったのにって。かわいそうやな。まあ、でもゾーンとかって一回入れたら二回目あるって言うから。うん。それが大事よ。続いて、ラジオネーム、ノイノイノイ。須田。スタッフよ。神戸を垂れてつくばへ。スタッフ。スター様だ。スター様の声って分からなかった。姿も気配も髪型も以前と全然違う。え？この前まで糸の撮影で角刈りだった男が、いつの間にあんなロングパーマに？あ、
申し訳ございません。姿も気配も髪型も異なっていらしたので。誰が喋っていいと言った。イカ焼きも知らないくだらぬ意思で物を言うな。私に聞かれたことにのみ答え。私が問いたいのは一つのみ。番組スタッフの中の無能を決める無記名投票は行ったのか。はっ、またそんな話だ。そんな投票できるわけがないだろう。できるわけがない。なぜだ、言ってみろ。はっ、思考が読めるのか。まずい。何がまずい、言ってみろ。お許しくださいませ、須田様。どうかどうかご慈悲を。申し訳ありません。本当に申し訳ありません。貴様ら、私の意思ではなく人事を利用してこの番組から逃亡しようとしているな。いえ、そんなことを思っていません。私はあなた様の命にかけて球を振ります。お前は私が言うことを否定するのか。最後に何か言い残すことは。私はまだお役に立てます。もう少しだけご猶予をいただけるのであれば、必ずお役に。今あるコーナーも全部変えて、今までにない最高のコーナーを揃えます。最高のコーナー。なぜ私がお前らの指図にでコーナーを変えねばならんのだ。はなはだずうずうしい。身の炎をわきまえろ。違います、違います。私は黙れ。何も違わない。私は何も間違えない。すべてのラジオの決定権は私にあり、私の言うことは絶対である。お前は私に指図した。死に値する。最後に言い残すことは。私は須田様に直接手を下されることに感嘆しております。あ、夢見心地でございます。気に入った。私が着ていないジージャンをふんだんに分けてやろう。そして私の役に立て。菅田将暉のオールナイトニッポンは続く。菅田無惨、須田辻無惨、名物パワハラ会議、須田辻無惨。ひどいな、ひどいな。神戸を垂れてつくばえ。私は何も間違えない。お前は私に指図をした。死に値する。直接手を下されて感嘆しております。どうも、ひでえな。ちょっと、あっか、そんな風に思われてんのか。ちょっと気ぃつけんと、身の振り分け方をちょっと考えんと。あ、ちょっと印象悪いな。ちょっとひどいな。お聞きの皆さん、こんばんは。お笑いコンビ銀シャリの橋本とうなぎです。これはね、毎月企業とオールナイトニッポンがタッグを組み、はい、月替わりのコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポンのお時間でございます。はい、今月のコラボレートニッポンを担当するのは僕たち銀シャリでございます。そのコラボパートナーとなる企業の方、うなぎさん、お願いします。 ebook japan 来ました。もうはい、もう言い慣れてきましたね。確かにね、うん、染みついてきました。染みついてきました、ね、ありがとうございます。そんな電子書籍販売サイト ebook japan の依頼はですね、 ebook japan で漫画をたくさん読んでほしいというこの依頼を受けまして、この1ヶ月はこんな企画をお届けしております。漫画あるあるラボラトリー。さあ、リスナーの皆さんからですね、思わず漫画を読みたくなるという漫画のあるあるを送ってもらっております。早速ね、はい、私たちご紹介していきます。はい、ご紹介させていただきます。こちら、東京都のラジオネーム MVP の補欠さんからいただきました。はい、推理漫画あるある。ピアノ線を使ったトリックに頼る。いや、あるけどな、どこで売ってんだろうなってたまに思う時ある。わかるわかる、うん、どこで買ったんやろな、ピアノ線を。ピアノ持ってる人にさ、ピアノ照明みたいなの出してさ、
その証明書がないとピアノ線買えないようにしないと横行しすぎよね。確かにな、うん、よう見たらなんかテグスとかな、そうそう、うん、テグスどこにあんねん、あれテグス。まあまあどの漫画とは言いませんけど、ある漫画で俺やっぱドアトゥードアで移動してたらすごかったね。ドアの開いてドアからまたドアで足跡一切残さずっていうね。俺好きな漫画やつ。よう見たら貼ってるやつやろ。テグスが。いやそれテグスじゃない。それは。テグスじゃない。それはドアトゥードアのやつ。あ、もう単なる？はい。ドアからこうビーってまた渡いで開いてる扉からまた開いてる扉へ。あ、なるほどな。向こう行くと話変わってる、ね。あ、なるほど。そういうアホキャラのやつ最初に死にがちってあるけどな。いや、そういうアホキャラはなんやかんやで生き残るタイプやねん。なんやかんやでな。ほんでヒント出すねんな。そうそうそう。名探偵。それ今泉さんやないか、お前。あ、嘘でしょ？終わりです。今から今から。ピアノ線だけにほんと、旋律が走りました。あら、出ました。今終わりました。これ出たらもう終わりです。これ出たら終わりです。引き続き漫画が読みたくなるメールをお待ちしております。受付メールアドレスは ebj@allnightnippon.com ebj@allnightnippon.com。 採用された方には ebook japan で使用できる5000円分のクーポンをプレゼントいたします。送ってくれたメールの内容とラジオネームは ebook japan の特設ページに、掲載させていただくことがありますのでご了承ください。詳しくはホームページをチェックしてみてください。ここまでのお相手は銀シャリの橋本とうなぎでした。また明日、また菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。いやー、菅田辻無惨ひどかったですね。ちょっと本当にそんな俺思考読めんのってか。その能力はちょっと欲しいけどな。すごいな。ラジオネームゴーヤーマン3号。最後に確認です。アメフトもピアノもやってない。けど、パワハラはやってるんですよね。やってない。やってないよ。やってないよ。違う。いや、お前らちゃんとフィクションとさ、ドキュメンタリーをちょっと分けて。やってないよ。だって、それは、パワハラ？その、野上さんとかに、その、知らんやんっていうのこととかね。いや、それはパワハラじゃないよ。ラジオネーム、春はあけぼの、僕はのけもの。ライチはサラダバーよ？あ？食べ物かどうかやろ？ルール守れよ。え？どういうこと？あ、食用じゃなくて、サラダバー用って言ったってこと？いや、その、だから食べ物やろうっていうこと？あー、なるほどな。なるほど。でも食べるやんっていうのが言いたいってこと？この人は。サラダバー用も食べるようやろってこと？いや、サラダバー用のやつは食べへんやん。皿置いてあるだけ。俺は食わんから。サラダバー用のやつは、食べたことある？食べたことある？俺は食わんから、そう、あれは装飾なんや。だから、だから、そう、ルール守れて、守ってる。食べ物かどうかやったら食用になるから、あれサラダバー用って言ってるやん、だから。ラジオネーム、ジョンピッグ。自分が覚えてないことや知らないことはやってないという言葉で逃げるくせに、スタッフのことは無知と罵る須田さん、そろそろ干されるんじゃないですか。いや、だって、いや、それは、いや、違う。知らんねんも何にも。無知やねんも。何にも。それで、それはだってそうやん。うん。だって、うん。アメフトも知らないでしょ？アメフトとかも、やっぱり。で、それは、俺の方がやっぱ知ってるもん。え？え？新 AD 菊田くんはアメフトやってたの？え？何年？ 7 年！あれ？あれ？7 年やってたの？ポジションは？ラインバッカー。新成十郎。
ラインバッカー。あれ？え、下手やろ？全国！え、全国行ってたん？マジ？高校も大学も推薦で？嘘やろ？え、ちょっと待って。俺パニックやねんけど。やば？やば？ちょっと、2時間前に言えよ。それ。今日の展開全部変わってたぞ。え？マジで？え、俺1年しかやってないのに。推薦どころか。途中で部活やめてる俺。マジ？ 7 年もやってたん。スタメンじゃなかったことがない。ずっとスタメン？1年生からスタメン？やっぱはず？まあでも俺はやったことないから俺マジでやったことないから。でもそんなん言われても本当知らんっていうか、うん、よくわからんっていうか。ユニコーンで大迷惑。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組は日本外資、商船三井フェリー、味噌カツヤバトン、リッチズポーチ、ワンカップ大関、栗本鉄工所、ベラジョン無料版、明治チョコレート効果、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。菅田将暉のオールナイトニッポン、そろそろお別れのお時間です。リアクションいただいてます。ラジオネームポストアウト。アメフトうまいやつがヒエラルキーの頂点に立つこのラジオ、今のところ1位は新 AD 君です。北君ですね。いやちょっとほんと、マジか。ちょっだるだる。えってことは今まで俺がアメフトのこととかちょっと言ってた時とかもこう何も言わずにはーって受け切ったわけですね。あ、この人勇気張るわーって1年しかやってないやつ言うてあるわーっていうことやもんね。だる気遣ってくれてたんや。マジか。なるほどな。ちょっとうちのそのスタッフ陣、ミキさん、その若葉さん、横須賀のヤンキー喧嘩強い、あの注意すんのここだけかなって思ってたけどそうじゃなかったな。だる。ちょっとなるほどな。喧嘩強いやつばっかりやん。なんか余裕あるなとは思ってたよな。その何も知らんなお前らとか言っても全なんか余裕あるなって思ってたけど、あれなんやな、いつでも殺せるから、いつでもこんなやつ殺せるからっていう余裕があったんやな。あの全然言われたとってそんな別にあのほんまワンパンなんでっていう、そういうだから もうタックル、え、タックルで一撃一撃聞こえないよね、みんな。ああ、まあ一撃っすって言われた、うん、ああ、まあ一撃っすってなんか右斜め上見ながら、ああ、まあ一撃っすって言われた。何を見てたんやろ。めっちゃ怖いやん。ちょっとでも不良の強さと、もうスポーツの強さよ。いや、これは強いわ。うちラジオ対抗のもうなんかやつやった。すごい強いよ。はぁ、マジか。え、どうよ、ちょっと仲間にならないか
ここで一つ僕と仲間にならないかちょっとほんま、ああそうか、なんだなんだ、もっとちょっと日焼けしたことないさラジオリスナーみたいなやつばっかかと思ってたよ。違うの？俺も含め。まあでも確かによく見たらでかいもん。そこをちょっと見落としてたな。パーカー割と肩とかも丸いもんな。なるほどな。首やな。須田宇都人無惨。首だな。知らんかった。知っといてよかった。そうだ、来週松坂桃李来ます。皆さんよろしくお願いします。桃李君来てくださいます。まあ本当久々ですよね。で、いろいろあったみたいなんで、まあ、何を話すかはもう本当に分かんないですけど、彼が、楽しみにしていてください。明日火曜日は星野源のオールナイトニッポン、この後3時からはファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロです。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は菅田将暉でした。ほな。